古宮和人です。今日も皆さんからいただいた質問に答えていこうと思います。今日の質問はですね、キャプテン交代もし告げられたらプレッシャーから解放されると同時に、少しへこみそうですよね。古宮さんは部長時代、思春期真っ只中の選手のメンタルケアはどのようなところに気をつけていましたか？へこんだ人間の引き上げ方でおすすめの手法があれば参考までに聞いてみたいですっていうような質問をいただきました。で、智弁和歌山っていうのは年間投手ですね、基本的には一人のキャプテンが最初から最後までやり遂げるんですけども、本当に何世代かはですね、途中でキャプテンが変わったりしてですね、もちろんキャプテンとして頑張っていたはずなのにそれを変えられるっていうことほど、いわばプライドを傷つけられることがないわけですね。もしそうなってしまったらへこんでしまうのは間違いなしで、それ以外にもやはり、夢をこうしっかり抱いて智弁和歌山に入ってきたはいいんですけども、レギュラー取れないとかレベルの高さについていけないとか、もしくはしっかり努力をしてるんですけどもなかなか伸びてこないとか、そういうところで、いわば精神的にですね、不安に陥ったり精神的に苦しんだりする子っていうのはもちろん智弁和歌山の中でもたくさんいてます。一般的な強豪校だったら、入学するときに、ある程度勝負の世界っていうのはもちろん厳しいので、そういうふうな状況になっても本当に苦しんでなかなか現状を変えさせてやるっていうことは本当に難しいと思うんですけども、智弁和歌山の場合は一学年だいたい10人から12名あたりで構成されているので、本当に誰一人取り残されることないようにみんながこう、試合に出れる出れないはもちろんあるんですけども、充実した高校生活を送りながら最後甲子園に、甲子園という夢をこう掴んで、あの大甲子園でしっかりとみんなが躍動していくっていう状況にするためにはどうしたらいいかっていうのを常に考えてまして、でもそれでもやはり現状に、理想と現実のギャップに苦しみながら本当に毎日苦しそうに練習する選手、あとは、どんどん活躍する同級生、あるいは下級生にレギュラーを取られて本当に、苦しい日々を精神的に送ってしまう選手っていうのは智弁和歌山にももちろんいっぱいいてます。ただそういう選手に慰めの言葉をかけたりだとか、そういうことしても本当に気休め程度にしかならなくてですね、その子が一体何を求めてるのか、結局智弁和歌山に来るような選手は全員ですね、自己実現、誰でもそうだと思うんですけども、自分がやっぱりしっかりやってるこの練習でピッチャーならピッチャーとして良くなっていく、あと野手なら野手として良くなっていくっていうような現実が必要なわけなんですよ。で、それで自分がしっかりこう上手なってる、でも他の選手も上手なってる、それで競争して負けるっていうんだったら、ある種、自分も頑張ってるけどあいつの方が上やなっていう、ある種潔さみたいなところが出てくるんですけども、頑張っても頑張ってもなかなかパフォーマンスが変わらない、そして結果が出ないっていう状況っていうのはやはり抑うつ状態になりやすくてですね、そういうふうなゾーンに入ってしまうとなかなか負のスパイラルに入ってしまって抜け出すことができないと。で、私が部長でありコーチの観点でそういう選手を見た時に、やはりメンタルケアももちろん重要なんですけども、基本的にはフィジカル的課題を克服するっていうところにサポートをしっかりすることが大事だと思ってまして、そして体をしっかり変えていくことによってパフォーマンスが変わってくる、そしたらその苦しくて悩んでた時代のパフォーマンスから明らかにだんだん良くなってきたっていうところを自分が実感できるぐらいまでパフォーマンスを上げていくっていうのが、私がいわばメンタル的に苦しんでいる選手を救う唯一の方法かなっていうのを思ってます。なので当然励まして前向きになるような言葉かけはもちろん当たり前のようにやるんですけども、それだけでは本当に現状が変わってないその本人に対しては優しい言葉はかけてくれるんですけども、結局変わってない現状にずっと苦しみ続けるわけなんですよね。そうじゃなくてちゃんとこの子が求めている自己実現の方向に近づいていって、自己成長感をしっかりと自身が感じられるようなトレーニングのサポート、そういうところをしっかりとやりながら、ちょっとでも、その苦しんでる時と比較して良くなった部分をできるだけ具体的に見つけていってあげる、それで良くなったな、こういうとこ良くなったな、じゃあ次これいこうか、また良くなった、また良くなったっていう、声かけとか、実際にパフォーマンスが良くなっていけるっていう、
良くなっていくっていう事実をしっかりとコーチとして引き出してあげるっていうのが、そういう選手に対しては、アスリートに対してやはり重要かなと。それができることによって、だん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 その子が前向き、上向きになってきて、で、負のスパイラルが続いてたのが、今度は正のスパイラルに変わっていく。そこまで、ぐーっと導いてあげたら、もうあとはコーチとしてはやることあんまりなくて、質問来た時に、その質問に対して、いわば聞いてあげて、で、その質問を聞いてて、対話してるうちに、だんだんその子が答えを自分で見つけれるわけなんですよね。そういうような関わり方をすることによって、自立の道へ、こう、だんだん導いていって、コーチ、指導者がいない中でも自分で考えて、しっかりとグラウンドで自分のパフォーマンスを表現できる選手へと成長できる、そういうような道筋じゃないかなと思います。どうも、ありがとうございました。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。このように、いただいたコメントに対する動画も、作っていきたいと思いますので、どうぞ皆さんお気軽にコメントの方もお寄せください。また、いいねボタンとチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いします。